お疲れ様です。お疲れ様です。てかあれ席が1個空いてるじゃないですか。今日はアサディはどこで脱いでるんですか。いないじゃないですか。台湾出張です。台湾で脱いでるんですか。それでまあね、はい、代わりっちゅうわけじゃないですけど、はいはい、いいタイミングで、はい、東京からお、ま、だビッグゲストが来てます。この間言ってたまだ見ぬ強豪ですね。そうどうぞどうぞ。どうもーズバーッと入ってきた。 K さんです。ナイスミーチュー。出ました。あ、何メタルですか。え、お名前は何メタルですか。 K メタル。 K メタル。 K メタルまだ使われてない。使われてない。大丈夫です。大丈夫です。 K メタル。 K メタル。 K メタルさんやってまいりました。ついに川メタルの面白くない。なんかね、まあ、さすがね、あのほら川焼きとかね、こっち鶏皮焼きとかね、博多は美味しいの多かったでしょ。美味しかったです。まあまだ昨日ね、ちょっと全部食べたわけじゃないんですけど、まだラーメンも食べてないんですよ。そうね。いや、それは後で行きましょう。うん、で、まあ今日はね、あのテーマはプロレスに関する音楽ということで、ほうほう、はい、それを語ってますけど、今日とりあえず、そうね、日本人選手、うん、はい、と日本の団体に関わる話をちょっとお話していきましょうか。了解です、はい、はい、お願いします。お願いします。いきなりゲスト。ゲストメイン。日本人選手とかの、うん、だって俺が先に言ったらまた怒りだ。そうですね。あ、そうね、それ言おうとしたのに。そうですね、テーマ曲、あ、ごめん、テーマ曲ね。あ、何でもいいよ。いきなりレスラー、俺の好きな人、そういう話じゃなくてテーマ曲ですね。じゃあまずそのテーマ曲っていうのは、まあ、これちょっと自分の考えじゃなくて、まあ、これ正直受け売りなんですけど、うん、あくまでそのコールができてなんぼ、そのレスラー、あ、選手の名前とかの、あ、はいはいはい、典型で言うとね、あのイーノーキー、イーノーキー、イーノーキー、ボンバイエ、イーノーキー、ボンバイエ、ボンバイエも言うと、でイーノーキーとか、ね、パワーホールだったらチョーシュ、テケテケチェデデデ、チョーシュ、はいはいはい、チョーシュみたいな、うん、そう、それがいいって、自分の中でだからそれがある程度基準っていうか、うんうん、はいはい。まあ、だから芯がしっかりある。そうですね、まあ、これ受け売りなんだけど、でもそれは確かにもういいや、受け売りじゃん。いや、俺結構謙虚なんですよ。俺が俺がじゃないから、ね、そうそうそう、分かるでしょ、誰かと違う。そうそう、誰かと違うんだよ。風呂の中で見るのに風呂入った場合やねえわ。個人が特定されるんで、ちょっとそこはね。俺が俺がじゃない、別にいい人アピールじゃないよ。で、そうそう、まあ、別に私ばっかりだ。え、でも言っちゃっていいの。いいよ、もう行きましょうか。そういった中で、はい、1曲だけ。いやいや、いや、まあ、とりあえずだ。そういった中では、まあ、今言ったそのね、猪木さんとか長州とかに続くというか、まずそんな中でやっぱりね、その今の自分の法則基準で言うと、うん、武藤敬司のホールドアウトね。ああ、最初の疲れよったやつね、うん、今そういった中でテロップ入って、あ、テロップ入って今バックに流れてる。であと思うの、はい、テロップ、まだね、若くて髪の毛のあるのにこうやって入って、ヘルメットかぶってるゴールじゃない。まあ、それはスペースローン。その時あれファイナルカウントダウン。あ、そう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 、ファイナルカウントダウンでもスペースローンの時は確か、あ、そうだったよ、ちょっとそこはまああの技術確認してるかもしれない、まあ、それはもう深くね、もうお任せしまうみたいな。そうなると思う。ウトケージコールドアウト、いいね、あれかっこいい。あとやっぱりもう一つね、そのコール系で言えばドゥデン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 、ミーサーはミーサーはミーサーは、やっぱ自分の中でテーマ曲、その自分の基準のそのコールでいけるっていうのがその2曲が成立する、うーんですかね、はい、なるほどですね、うん、見に行ったことあるんですか。もちろん。何をしちゃいますか。私は結構ね、札幌が長く90年代、あの仕事の都合で札幌に住んでたので、中島体育センターだからの
どうも中島大工センター、あの有名な、さすがにあの藤原本当あのテロリスト藤原あの時代にテロリスト藤原あの時代は俺まだ小学生とかなんで、じゃあ、あの猪木のあの例の小学生なんかあの時あそれあとあの猪木門戸の時は猪木門戸の時 の時はおったはちょっともう転勤で、あのあ、そうなんすか、惜しかった、あれはね、あれはあのまで見たかったっすね、あれは見たかった、もういきなり脱線しますけど、でもね、中島体育センターは本当結構いいカード、多かったよね。でもなんか北海道 の、その、ね、札幌の試合ってやっぱビッグマッチですよね。そうそうそう、必ずその大体2日あって、はい、IWGP 戦かタグあのシングル戦かタッグ戦かに組まれて、はい、うん、ちゃんとあのタイトルマッチがちゃんとそう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 、でもまあ正直そ の、あのシリーズの最後 の、あの武道館とかドームとかにつながってるような、うん、あんまりそこで正直あのタイトルの移動とかはないけど、ね、であの福岡もそういう立ち位置です、スタレ博多スタレいやスタレもそうやけど、何ですかドームはあれですか、ドームもメッセもあるよね、国際センターもドームはこの間タマトンガ選手が取ったんですかタマトンガそしてベルト巻くところ楽しみに待ってたら襲われちゃってなんで次負けちゃったからねえ、お願いしますよ、まあそういう地方は大体そういう風だね、そうだから北海道でもねやっぱりあの停戦ホールとか、うん、そうああいうとこだと大体6人タッグマッチとかでね、そのあのお茶を濁されちゃって、あと旭川の大雪ホールとか俺結構札幌では行ってて、あとこっちでも後楽園ホールは何度か、でも北海道は今はねプロデューサーが多いよね、うん、強いプロデューサーがね、あ、そうですね、あのねプロモータードンキングバリのね、そうそう、あい挨拶しに来るというね、そう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 確かにねそうなんです、本人は俺嫌なんだけどねって言ってますよ、ほんと酒飲んだら俺がって言い出すけど、声が怖いから声が大きい、逆に俺に挨拶ねえぐらいだ、そう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 声が大きくて怖い人ですね、そうそう、だからそういった中ででもねテーマだから本当会場いるとね、なるほど、テーマ一緒になってその盛り上げる気にもなれる、正直言ってその長野選手も長野もやっぱ昔のあのファンタスティックシティの時のかな、てー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 、超のが良かったけど、あのまあクラッシュはねクラッシュでかっこいいけど、なんかロイヤルチャンプ、あれめちゃめちゃかっこいい、あれなんかちょっと声出すタイミングがね、ファンのさあれはあれでかっこいいけど、なんかメンバーと友達なのか、あそうなの、あそうか、ドイツつながりね、奥さんがね、あれですね、もしかすると、いやもう正直今超のというかね、あの曲になってね、うん、そのバキューで、あ、超のみたいな、これは違うけど、あ、こうだ、こうだ、そうやってしまう、そう、あれでね、あのビンタ前のとかね、だからもうあれはあれでキャラが立っちゃうんで、あれに対してあれはね、やっぱりすごかったよ、もう社会現象になってるからね、あ、そう、ちょうど T シャツ、俺ちょうどその札幌の時はちょうど NWO で、あの時は俺も T シャツも買ったし、あれはすごかったね、本当そっきのね、猪木門戸の時の長野の顔が一番面白いですよね、困った感じの、いや、あそ長野まで良かった、すごい厳しい、いや、ずっと俺たちの上に一人神がいる、そう、そこまですげえかっこよかった、あーい、札幌みたいなさ、そうそうそう、あの入りからしてかっこよくてよかったよね、で、そのね、みんながこう話した時に後ろで映ると長野が厳しい顔したまま、こう、ちょっと下向き気味にこう困ってる感じがいいですね、こういうことやなかったんやけどな、いや、でもあとその前の建造のね、あのねあれなんか長野のなんかあれで見た見た YouTube で、ね、面白いこと言えよって長野に言われたら振られたとか、あ、そうなの、 それで言ったら、うん、あんな感じで自分で考えるとか、もういっぱいいっぱいだろうね、うんうん、でも棚橋が良かったんですよ最後、あ、俺はこのリングでプロレスをやる、酒井かっこかった、でもなんかやっぱり他のことあの中西とかあれ全部埋没されちゃって、そう一番まともだったのにまとも で今のそのね新日をこう確かに作り上げたの の、うん、あの原点があそこにあるんじゃないかなと思う、うん、じゃあ中西は中西じゃない、お前はそれでいい、ね、永田もなんか、ね、言ったはいいけど、うん、突っ込まれて聞かれたら分からんくなってから誰んだ俺かフロントかって言われて、全てです上にいる全てですみたいな、そっか俺に言うなって言われて
今でもね、あの頃はやっぱもうあれ精一杯でさ、うん、今のレスラーみんな喋れるやん。確かにね、今やったら もっとなんかこうね、また違った感じになっとったやろうね。あの時ね、長男はやっぱ最初に俺らここでプロレスやりたいんですって言ってましたもんね、うん、その格闘技路線に猪木が引っ張っていこうとしたのを、あそこで、あれしようと、ね、あの時まではね、黒い長野で反体制派だったけど、あえてやる、うんうん、そうプロレスをやりたいって言った長野がやっぱかっこいいんですよね、うん、本当中西たちにやられてますけど、うん、あれそか、逆に、ね、あの時その猪木を止めてね、あのその後のこの瞑想っていうかね、はい、暗黒期にちゃんとプロレス路線やってたらまた違ったかな。まあ、あれがあったから今はね、まあ、盛り上がりがあるんじゃないかなと思うんですけどね。他は他ですね、うん、まあ、あとじゃあそのコールの関係から外して、うん、はいはい、好きな曲で団体のあれでもいいし、まあ、やっぱりね、曲でも何でも、あとやっぱりね、あの、あ、ちょうどまたその時俺札幌いた時、あのユインターの対抗戦が始まる前だから、あれ 10.9 って 95? 分かんないです、何年も高田、そう、10.9 で、あれのちょっと前後でしょう、確か、ね、うん、だその時俺、札幌いたんで、うん、だちょうどあの山崎、うんうん、そう、その山ちゃんがちょうどユインターから来て、はい、結構火種を作ってて、うん、山ちゃんも一応、Facebook 友達なんやけど、おすごい、マジマジ、うん、まあ、マジって話マジ本当かどうかは分からん。そうそうそう、だ山ちゃんが来て、はあ、だからあれがやっぱりあのちょうどね、あのケロちゃんが中島体育センターにあのテーマがとか言ったら、ベーンベーンベーン、テケテケテケテテテケテケテケテテ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 テ救急車が好き、うん、迎え来ました、昭和のネタでですね、お迎え来た、もうあのボケたおじいちゃんを迎え来ましたよ、うん、あのユーインターのね、やっぱテーマって僕はやっぱ特別な思い出があって、やっぱあの曲かっこよかったし、その一番やっぱ思い出深いのはね、あの曲ね、イングスでカムラを出た時、はい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 、はい、エンド・グレイシー・セインとかね、ずっとブーツにユーダーが書いてありましたもんね。あれでね、やっぱあのユーのいいテーマで入ったけど、もう僕泣きそうやった、ね、はいはいはい、確かに職人に書くことですよね、やっぱりね、まあ、ハムの音楽ですよね。てか、シゲさん世代って、うん、まあまあ、まあ、この順番で、はい、多分3つぐらい、まあまあ、あんま細かい年齢はいいんだけど、ビギドーさんの街頭テレビとかでしょ俺だけ60レベルそう、ね、3つどころじゃない、ね、60レベルだけ、ね、3つじゃないね、初世そう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 、あ、じゃああれだよ、寺子屋とか、あのそうそう、寺子屋でもあれだよ、寺子屋で、ね、青空教室青空教室俺が教科書で、そう、新城小学校の時、新城小学校の頃633とかじゃないから今で言う高校みたいな、そうそうその話は置いといて、高等中学校にそうじゃなくて、あのなんつうの、前から来たかったんだけど、うん、その第一次 UWF とか知ってんの、その、いや知っとるよ、うん、うん、僕は後追いで、うん、もうあの VHS の部分で見たんですね、うん、でも第一次 UWF なんて全然盛り上がらなくて、第2次かな、そうやね、好きな人はおったけど、ほら何も放送も何もなかったっけさ、うん、実際試合見たら面白くないっすもん、ね、いや当時ほら、レンタルビデオが結構多かったでしょ、うん、なんかあれでレンタルが出たら借りてみるみたいなね、うんうん、で結局ほらあっちは佐山がね、うん、ちょっとこう引っ張っていく感があったけど、まあいろいろ佐山と前田が揉めて、結局面白いのが佐山と他の選手のガチ試合だけ、うん、他の試合見てもなんか、だからリアルタイムで見てなくて、その後戻ってきても、でもそれもそんなリアルタイムじゃなくて、あの綱引きマッチとか、あ、5対5とか、僕はその、そこですね、うん、その新日とのその、あの UWF の対抗戦ぐらいから意識しだした感じですね、うん、面白かったけどね、あれはもう上田真之介、そうあの、そうね、すげー、うん、
あのヒットマン的なとか、そう、あのなんか悪い上田馬之助が実は熱いやつでみたいな、あれかっこいいですね。まあ最初にあのメンバー発表された時になんで馬之助かって感じはあったん、あったんやけど、なんかあの中ではやっぱ一番いい仕事したし、あとそのやっぱあの時にね、結局は出ていくことになるけど、ほら 前田が藤原落とされた後蹴ったりとかさ、ね、長州の顔面蹴ったりとか、いろいろ事件もあってね、あの辺あと世代闘争もあってね、そうね、そう、面白かったよね、そう、うん、あの小品川と高田のね、うん、あそう、ジュニアの話もあって、そうそうそう、またね、テーマに話戻すと、その引き、あのテーマが流れるまで分かんないとかね、そう、誰が、そうそうそう、だからああいうのも面白かったし、うん、なんか長州が会った時もあったよね、どのコースでね、あ、もう、あ、だから長州もほらジャパンプロレス行って戻ってきた、うん、あ、はいはいはい、ね、そうそうそう、お前はやりたくないのかとか言って、あれは世代闘争、違う違う、お前はそれはかない、そう、それは藤浪ねえでしょ、ね、で、いや前田も言ってきたね、前田はそうそう、うん、ぐちゃぐちゃ言わんとみたいな、あれが強いからそれは神奈月、それは神奈月です、俺のは全部ね、そう、あれは神奈月の YouTube が元なんで、でもね、笑ってくれるとね、ちょっとやりがいが、もう神奈月が面白いっすね、そうそうそう、でテレビだ、俺がテーマの話に戻していいですか、ね、あ、すいません、そうそうそう、大体脱線しちゃう、本当はこっち側しないといけないですよ、うん、俺が戻します、ありがとうございます、うん、だから U インターつながりで、うん、あとさっきのそのコールできないけどやっぱり好きだったのが高田信彦のテーマ、あー、はいはい、あれって元曲知ってます、元の曲、あの曲ってあのトレーニングモンタージュって、あ、ロッキー、そうそうそう、ロッキー4 の、うん、あのロシア行って、あの極寒のロシア行って、そうそう、雪の中で、ね、そう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 、こうやって鍛えて、でその後あれだよね、あの曲になって、ね、ハーツオンファイヤーなんですよね、うんうんうん、流れて、あれはちなみに長内草がテーマ使って、あのハートファイナル、そうそうそう、あ、そうなんですか、できてたのか、うん、そうそう、いや、できてたの、もうそれはいいって、ね、またその話ね、あのトレーニングモンタージュ、あれかっこいい、かっこいい、うん、てか俺全然覚えてない、全然覚えてない、さて、てん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 とっ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 と、だけどそんなにその、そうそう、なんかこう、うおーってなるんじゃないけど、静かな闘志がね、燃えていくっていうようなね、だからなんか、ちょっと後で、ちょっとこう、異質やけど、かっこよかったね、だから高田の引退試合も良かった。でその後に、うん、あの桜庭が出てきたあのシーンが、あの曲が出て終わった。じゃ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 そうそうそう、だからあの流れっていうかね、だからあんまり、まあ多分ね、あのトレーニングモンタージュも、うん、スピードのテーマもね、そんなにプロレスラーっぽくないっていうか、うん、ただそれはそれでいいかなっていう、うん、あとは日本人は、うん、そんなとこっすかね、うん、じゃあ次、外国人選手、外国人、うん、まあ、これもあれですよね、結構その日本に来た、まあ、日本の団体に来たレスラーと、うん、あとまあ WWE とか WCW とかあっちのね、と、まあ、日本に来た中では、まあ、やっぱりあのミルマスカラスのスカイハイとか、うんうんうん、ジブソーね、ジブソーとか、まあ、実はリアルタイムは全然知らないですけどね、うん、そう、あとスペリングとホールド、うん、ではクリエーション、クリエーション、竹中、うん、違う竹中じゃない、まあ、クリエーションとか、うん、失礼します。これは勝った、うん、そう、そこはもう別格、うん、まあ、あとスタン・ハンセンの、うん、ね、サンライズとかが、うん、まあ、ちょっと別格としてあれ、スペクトラムね、うん、まあ、自分がリアルタイムでプロレス本当に見出したのが結構前日のその、まあ、まあ、かまあ、天竜革命の後の鶴田が強くなってみたいな感じで、で結構外人がいて、まあ何が言いたいかって、だから俺の中ではあの殺人魚雷コンビのゴディ・ウィリアムス、ゴディ・ウィリアムス、アイ・ラブ・イット・ラブ、ユージャ・キスの、キスの、ああ、
あれはなんかいかにも外人で、シンボリティーとかあると思う。確かにね。そう。で、あのテーマ来るとなんか2人が出てくるんですよ。そうね。初めてか。なんこれ。確かに。しかもあの2人でやったときの馬場さんを、はい、あのね、ボディーがカーボンを上げて、バブウィリアムスが押さえたら、バン、死んじゃうだろうみたいな、あっちこっち、俺ばっかですね。そういった意味で、あの時は、はい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 、なるほど、何ぐらいですか、殺人医師と、人間魚雷、人間魚雷、人間魚雷、今だったら放送禁止なさかもしれないですね。超殺人医師やばいですね。実際に出てんだよね。そう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 。向こうやったら WWE は。WWE はね、一時期本当好きだったんで、うん、やっぱりね。誰がエースの時代？ロックが。ロックはでもまあちょうど見出した頃に、映画とか出ちゃって、うんうん、でスティーブ・オースチンも怪我して、でもスティーブ・オースチンがやっぱ復活してきて、ちょいちょいあのベシャリだけ出てくるんで、バリーンってのガラスのとこしてね、で誰がやらかしてビルガン、そう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 、デッデレッデデッデデとかね、あの辺とだね、失礼しました。あとね、そうクリス・ジェリコのね、あの 曲もかっこよかったし、なんかこで画面が出てカウントダウンが始まってね、うん、それ知らない、全く、その WWE とかは見てない、見てない、ね、WWE ね、うん、そう当時ほんと自分好きで、うん、あのスカパーで見てて、うん、僕はあんま見てないからわかんない、でも見てたでしょ、見てた。でもね、去年ぐらいからあのこっちでなくなったじゃんね、放送が。あら、まあ、だってでその後、日本でもね、あの、うん、なんだっけ、あのウォーとね、あのローイズウォーとね、スマックダウンやったりとかね、もうだんだんでも、またちょっと下火っていうかね、あの頃だから、本当、あとテーマで言うとね、トリプル H 知ってる？僕は知ってます。うん、モーターヘッド。モーターヘッド。それは知ってます。それしか知らない。知らないか、正しいんだよ。オジーとかが WWE って出した、あれブリティッシュブルドックスのマネージャーで出たのは見ました。昔、そう、いや、なんかね、なんかあれ何回か出てるよ。 WWF のやつ、いや、もうそれ E になってからな、E になってからですか、E、ブリティッシュブルドックスはまだ F やったかもしれない。ダイナマイトキッドがここに行ってから、うん、それは F だ、ね、ロープゲームコンって、うん、ガーンって飛んで出たやつ、うん、E の時にリングの上で審査員っぽいようななんかしよったもんね、オジーが、うん、オジーがで、クレイジートレインに合わせて、誰やったか忘れたけど、こう胸の筋肉を踊らせる筋肉みたいにそれボンジョビーじゃん、そうそうそう、いつまでだよ、いや、それがね、オジーもあの嫁も来とった、シャロンむっちゃ受け取った YouTube あるよ、それいつまでだよ、それいつまでだよ、後でだからね、そう、うん、WWE はほらもうコールとかなくてね、曲がかかったら出てきたから、このロックとかもね、うん、If you smell みたいなね、うん、とか、いや、何レスラーによっちゃそれなりに決められたコールがあるやん、うん、そう、あとね、だからそうそうそう、カートアーミー、そうそう、あれ最高のパッ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 、であれ、あの字幕で、そう字幕で変なチョコって、そうなんかあのちょこっと出る中に日本の役が割と面白かったよね、うん、あれね、誰がやるようか知らんけどさ、うん、あれ結構ね、今パッと出ないけど、あとね、なんだっけ、あのダッドリーブラザーズの曲、あれもかっこよかった、ね、途中変わったりしたけど、ケーブルじゃーやろ、そうそうじゃあ、そう、いや、役はもうテーブルじゃーになるよね、なんぼのもんじゃーっつって、なんぼのもんじゃでテーブル、そう、あの、なんだっけ、あ、ディーボンも、そう、ディーボン、ゲッツ・ザ・テーブルとか言って、そうじゃあ、あとあれもかっこよかった、あの
あのはしご登ってやるまた兄弟のジェフ、ジェフ、ジェフ、ハーディーね、ジェフ・ハーディーのテーマも、ジェフ・ハーディーのテーマもむちゃかくなる、あのベースから入って、ね、ベースでドゥン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 あれはすごいかっこいいね、すごいかっこいい、踊りもとジェフ・ハーディー、俺もジェフ大好き、兄貴もでも途中からなんかヒールになって、そうやね、ずっとジェフに負けて、だから出てくる時なんか一言、うん、なんかいつもなんか書いてあって、うん、本当はなんとかだっ、あ、そう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 、ああそれそれ、ま、マットの時、マットの時、そう、マットマット、ね、そう、マテティードとか言って、そう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 、マテティードね、いややっぱね、あの頃タレントもいっぱいいたしね、いたし、その番組作るよ人たちも一生懸命やったと思う、うん、日本側のスタッフも、あいよ、なんか、そうそう、そうなんや、そうなんや、ちょうど WWE がその日本でなんか浸透っていうかしてきて、すごいそうプロレス愛を感じた、そう急に増えてきてね、確かに、うん、あの訳し方もすごい面白かったですよね、うん、でもやっぱね、俺一番上がったのは、あのリアルアメリカンやね、ドゥン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 、それは HBK や、あ、そうか、リアルアメリカン、そう、ジャッ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 ホーガン見たことあるか、生で。ホーガン見ました。それは、ね、大阪城ホールで。あ、本当。そう、その時リアラメだったよ。その時はリアラ、武藤とやったあのシーンで。あれやっぱ生で聞くと上がるよね。確かに。で最後に二人武藤と二人で、うん、あ、キッキンにこう。あ、キッキンにこうだったからな。これだね。あれはよかった。もうこれの頃ってのはアメリカでスターになった。スターになって、そう。で、こっちで拍手が少なかったら、こんなんやでね、こっち側でして、もう一回こっち引き直す。あの時はだから、あの時はだから WCW にいて、新日、俺が見た時はね、その新日と WCW が提携して、来たみたいな。NWO もね。NWO 前。NWO はもうあの時 WWE その俺が見た時はまだそのリアルアメリカの時はそのベビーフェイスだったんで、うん、そのリアルアメリカの時で NWO 行ってあの、ね、ブードゥーチャイルドに、うん、じゃあ NWO の時はブードゥーチャイルドになってでそれで帰ってきたよでそうそうそうでまたたまにベビーフェイスになってそのリアルアメリカの時そうそうそう一回ね曲のじゃあキャラクターで使い分けてたんですよねアメリカ独立記念日の時ちょっとこれ怖くて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 怖くあとはもうそれこそさっき言った HBK ね、うんうん、HBK ねそう先に言っちゃいましたすいませんHBK って何ですかハートブレイクキッドショーン・マイケルズショーンの達人わからん人にはわからんやろねいやでもあれもうまい訳し方よね、ショーの達人ってね。いや、本当に達人なんよ。あの、なんていうんだろう、盛り上げ方を知っとるというか、プロレスがうまいよね。明けるもんやしょ。まあ、あのね、決して体も大きくないんやけどね。あのキックだってね、あのトラスキックもこれ、大したね、うん、あんなにキックって。スイートチミュージー。スイートチミュージーって言ったんですよ。スイートチミュージーって言ったんですよ。こうやってね。その間に相手が立つそう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 、まあ、こんなのねその間に相手があの間がいいよただアメリカのプロレスとかちゃんとフィニッシュコードを大事にするからそうね、まあ、どっちが言われるじゃんこの前日みたいに 2.99 で返すとかそうじゃないから、うんうん、あれはいいっすよね、うん、その技が出たら終わりそうですねだからそれこそ今このこれが入ったらもう、うん、あともうホーガンのねあの何だってあのさヒロチンドロップとか絶対聞いてないのに、うん、絶対聞いてロックのこのエルボーだってさ、ほら、ピープルズエルボーだったり、武藤のフラッシングエルボーのパクリだしね。全然聞いてないし。まあでも、あの技かける前にああいうポーズして持っていくのとか、やっぱ、岡田とかも相当見習っとっじゃないかな。確かに。それこそ間がね。ね。うん、だと思うよ。うん。うん、だからあの辺のベテランの確かにテーマはね。うん。いいっすね。自分はないと外国人外国人やっぱねでもブッチャーさああそうねあれは名曲やね確かに知らなかったからですねビッグロイドって、まあ、僕ブッチャーの曲と思ってたなるほどねそれはある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 あ
ピンクフロイドの曲を聴くんですか。それはでもあるあるね。そうだからピンクフロイド聴かないから、ピンクフロイドの曲実はもうグッチャーっていうのしか知らない。しかもあの PV は全然あの PV を教えてくれたのはシゲさん。そこてつにアップして何あの変な踊ってるアニメみたいな。もうあれはびっくりした。全然ね、風も吹かないし、嵐も風も、そもそも言ったら東大がだってあれなんだよ、ワンロあれなんだよ、ワンなんとかって、そう、ね、あの直訳したら俺も知らんけど、全然違うっちゃう。あれ見た時は衝撃やった。確かに衝撃、あのジューダスの PV 以上に衝撃ですよ。これ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 まだ話変わっちゃう。いや、あと外人選手、外国人選手、うわあと古いけど、あの小川直也が、はい、あのなんだっけ、あれ橋本の団体でしたっけ、あの NWN のなんかベルト取ったりとかして、それからしばらくなんかの NWN のテープを使ったっていう。ゼロワンゼロワンか、ゼロワンで、うん、ほらなんか NWA のテーマ、あの曲名忘れちゃったけど NWA のチャンピオンのテーマっていうのがあって、へえ、テケテケチャ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 みたいな、あああったね、あったでしょ、あれはなんか小川が使ってた。あ、そうなん、うん、チャッツォ、そう、それ見て思い出したけど、アンダーテイカーがよくあのリンプビスキットとか使ってね、あれはバイカーの時、そうロンリーマウリア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 ウリ、一回なんかバイカーキャラになったんですよね、高堀になってましたから、でまた箱堀に戻って、でもあれやな、長田が白目やりだした。ああ、アンダーテイカーの影響、影響やな、白目しきってそうだったの。だってそういえば白目ですね、アンダーテイカーってね。で決める時に、ね、でそれでレストインピースっていうのも、確かにで、アンダーテイカーも新日教科書と、そう、名前、なんか本名で来た、そうそうなんだ、なんとかモーダー、そして売れなかったけどね、アンダーテイカーがね、こんなスーパーさんとか、いや、向こうでね、やっぱキャラ立ちしたって、ね、だってあいつだって日本来たでしょ、あのほらなんだっけ、ほら、靴下巻いてるやつ、あー、マンカインド、マンカインド、うん、あいつもだって FMW とか来て、へー、そうやったっけ、うん、らしい、うん、ジュードラブの頃はちょっと見てますね、それカクタスジャックで来た、カクタスジャックで、カクタスジャックで、うん、で、ジュードラブ、ね、あと3つか4つぐらい書いてるやつ、ね、そうこれでもまたちょっとテーマで、やっぱいいなと思ったのは、あのリック・フレアのあの曲、ストラス、なんとか書く方って、テーン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 、チャチャーン、そう、あの、ね、ボブサップも使ってたと思う。あー、ネイチャーボー、リック、レアーみたいな感じで、それで、フォーっつってね。そうね。あれはもう、フォーっていうのをみんなが言いたいだけやよね。関係ないっすね。コールはできるんすか、いやできる、だからもうコールの話はちょっと、もうそこ一回終わったな。すいません。いやいや、テーマソングって言っても、そこまでこう、しっかり、その格闘技の選手で、うん、格闘技の選手気にして、なんかこう、まあだから、うん、なんか格闘技ってやっぱでも、K-1 とかからですかね、その根付いてきて、K-1 だとその狭山の。サタケ死亡遊戯達吉丈一郎、これバリかっこよかったっすよ。あれは怪獣大戦争マーチ、あ、ダメだった、うん、響かなかった、あとね、あとはね、ミルコクロポップ何使う、デュランデュラン、そうそう、まあ、ワールドボーイ、バッボーイじゃない、バッボーイじゃない、ワイワイワボーイ、バッボーイ、ホワイトスネークだっつうジョンサイクスね、ほら出てきだした、いやいや、ほら来た、ほら来た、ちょっと俺の辰吉丈一郎流すのやめてください、バリかっこかった、いや、わかってるよ、ペンペン、いや、俺あれ大好きやん、かっこいい、めちゃくちゃ好きやん、タッチ力が少ないやっただけで、めちゃくちゃかっこよかった、俺ボクサーとしてあんま好きじゃなかったんやけど、あいつ
誰やったっけ、鬼塚、あ、そうか、あれさ、ウィーあれ、エディホールっていう前のエディホールなんだよ、あれはね、頑張れね、ね、いや、あれはもう、そう、鬼塚こちらの博多のあの、体育のあの、そもそれがいいです、ラーメンやったら現れるんですよ、今もかっこいい、かっこいい、あのまんま、ああいうあの、ちょっとホストチームめっちゃホストチーム、俺がチャンピオン、チャンピオンって、チャンピオンって握手もらったら、うちの道場だってさ、下手なさ、チャンピオン、あの当時は、大橋もちょっと前と同じぐらいでしょ、会長とか大橋もひどいじゃん、もうビジュアルも。いや、大橋はちょっともうすごいことになったんですよ、ね、だから鬼塚さんが好きだけど、鬼塚克也はもうあのままですよ、かっこいいんだ、あれ結構周りの女子が好きで、お何がいいのとか思ったり、まあ、あんまりこう喋れんやったら、うん、ところもあるね、かと思ったらね、鶴太郎が逆に喋りやすいやつ、ね、あんなクールな感じと思ったら、チャンピオンだと見てチャンピオンって泣いてそう、そのギャップにやられちゃったんや。いやでもヘッディングフォースの方がすごい良かったね。だってもう番宣の曲になっちゃった。そうタイトルマッチ。そうね。あ、俺ね、思い出した。だってそもそもあなたさ、格闘技といえばプロレスって言おったのに。そう格闘技といえばある人忘れてますよ。それこそプロレスを食った男。誰ですか。あの人ですよ。だってプロレスが凋落した原因作った人って誰ですか。あのミスター高橋置いといてね。ああ暴露本ね。それは置いといてね。猪木は3回しかあの真剣に。あ、それ何の試合か知ってる？インドじゃない。あ、そのペールワン戦。ペールワン戦と北あ韓国でやったやつ。韓国のチャンピオンかな。だもう一つアリ戦と、もう一個あったっけ？そう、なんか韓国の試合じゃなかった。あ、それちょっと俺言っといて覚えてないんです。いや、俺ね、グレートアントニオボテボテしたのもあれは。もう途中でそうぶち切れたと思うよ、うん、あだからさ、そうじゃん、あなたですね、誰か忘れてる、格闘技ってそもそもここまで格闘技が、そしたらボイスグレーシー、イエス、グレーシー一族のあのグレーシートレインで入ってくる曲、うん、あれラストモヒカンの、あ、そうなんですか、うんうんうん、あれはね、まあ言うほどそんな盛り上がんないですけど、ね、ただあのグレーシートレインであの曲流れるとなんか嬉しいトレインがちょっと流行ったけど、ね、そう、うちらもなんか忘年会入場するときいや、ほんと90年代それやる嬉しいトレインで入ろうぜみたいな、ゴルドーの真似したらタオルたちの顔に蹴ったりするそれすごい通りやひどみたいな、そうすいません、まあ、言うほどそんな盛り上がるの、熱漫画僕だけ飲んでもそうちょっとやっぱり格闘技にね精通してる、いや精通しとるってわけじゃないけど、これやっぱ見てるとね、うん、それなりやっぱそのテーマソングで盛り上がるでしょ、リングそれこそ さっき言ったけどさ、うん、桜庭てんてんてん、確かにね、いやいや彼しかもねマスクとかかぶって、その辺の成長、彼もそのもちろんプロレスラーなんやけど、うん、ね、まあ、プライドでそのあれが株が上がったわけじゃん、それで言うとあの曲もすごい、あの曲はいいです、それで言うとあの、うん、何でしたっけ、俺あれなんかよくわかんない、須藤元気とかの踊るのはどうなんですか、あのテーマ、あと俺全然あれ俺もあんまりね、うんうん、須藤元気自体別にその、まあ、周りのところしか試合よりも入場に練習しようやないかみたいな、まあ、確かにねそれだったらあの何だっけ、これ自衛を打つ何だっけ、ああ、ね、そこしか覚えてない俺もあいつみたいなね、まあ、アイドル連れてきて、あれとあんま大差ないんじゃないかなみたいな感じで、うん、まあ、その格闘技なんで、ね、やっぱりね、あいや、どうですみません、話は。いや、いいよ。リーダーシップの花田さんはどうでしょう、どれなの、うん、まあ、桜は、まあ、我々に下げてくれたの、イメージ。これしたの、萌田さん。あ、俺さ、俺これね、着メロ使ってた。そうテケ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 サンドストームね、バンガレーシューボ、あれはね、あれは着メロ使ってましたね、あれは名曲、確かに忘れてた、これはね、でもあれね、あの時ねちょうど DD とか出たね、大鷲なんとかってやつもあれ使って、俺そっちで知ったんですよ、あ、そうなの、知らない、なんか大鷲、まず DD って言ったことない、あ、でもその人は絶対にバンダレが先だと、うん、
なんだかよう、あれはよかった、全然覚えてない番組ですよ、ね、あれがやっぱり、によってね、来たって感じがあったけどね、地域ほんとバンダリジーバーね、ほんと取り飛ぶ鳥飛ぶ落とす勢いで、私が学んだ。日本に一回負けてないんじゃないかな。でケビン・ランデルマンが勝ったの。ちょっと、なんで、ランデルマンはね、あのミルコに勝った。あ、ミルコに勝ったの、一回あのマグで、なんかね。なんでと言わんけど、ランデルマン弱くはない。でもランデルマン、その後なんか誰かに秒殺されてなかった。だってこれ、ドンキーコング。あいつも負けたよね。氷の拳。そうです、うん、そうです。前田はもうずっとキャプチュード、あのね、一番最初違ったと思う。最初違ったけど途中でキャプチュードになって、うん、やっぱキャプチュード、まあ前田もね、うん、まあプロレスラーやないですか、うん、プロレスラーやけど、それでもほらやっぱ僕はキャプチュードを一番あれしたのよ、ね、うん、どんな方がいいんですか、まあ、石川不動産に、あの時になったキャプチュードは忘れられる、うん、確かゴッチの人かな、あれメインは猪木とかだボクサー、ああ、そうそれ食ったね、それリアルタイムで俺なんかそれね、なんかマガジンかなんかの漫画で読んで、はい、マガジンの総裁、マガジン結構ね、エナス豊か物語とかそういうね、なんか関東でそういうのがそうで漫画少年、それは捕まる前の話だ、まあ、わかんない、ちょっと MMR とか知ってるあーマジか、あマガジンミステリーなんか、そう探偵みたいな、あ、はいはいはい、それと木林とメガネかけと編集者の、あいつが一番冷静な、あと一人おっちょこちょいがいて、ね、ありました、ありました、そうあれがかだかあれ関東の時もあれば、その江夏豊とか前田明物語とか、ね、そうなんですね、はい、木曜スペシャルワークだね、あそう水曜じゃないですか、水曜は川口浩史です、まあ、まあ、どっちかと違いはいくのか、エンジンバーガー相当脱線してるどんなゲーム、あれはどうなんですか、ちょっと話を戻しますけど、はい、そのどこまで戻す、好きなっていうより、うん、この試合の後のこの入り口で聞いたとさっきの、うん、どんな感じでかかった、うん、これがすごいみたいな、僕はもうやっぱりあの武藤高田で 10.9 東京ドームで武藤の曲、もうテレビの前で正座してるんですよ、でやっぱり僕もその格闘技にちょっと流れてきてて、うん、なんでリングとかちゃんと見てたタイプなんで、でもやっぱどっかで真のプロレスファンっていうのが真にあるから、うん、もう武藤が4文字で勝った時にはね、はぁってなって、あのね、テー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 あれは印象残ってますね、確かにあの時の武藤のガウンもなんかさ、白に赤いなんかラインがあって、そうプロレスラーって感じで、後ろの髪長くて、やっぱあの頃かっこよかったんだけど、あの後ってさ、結局何回かしたんだろう、何回かやった、その後、正月に再戦して高田が4人勝って、で 4.1 つの東京、あと福岡か東京か分かんないけど、その時この橋本、そうか橋本が、それで橋本が勝って、もう武藤やなくなったんだ、一応、まあ、まあ、その流れがいいね、あれが良かった、武藤まだお約束でしょ、再戦して負けるって、でその後に橋本が約束とか言っちゃった、でもあの橋本対高田の試合はその年のベストアウトにもなったし、あの試合はすごい、また武藤のその 10.9 のがインパクト、なんかあんまりイメージよね、そうでもそれもまだまだ泣いてんぞって、それは 10.9 で、そうよ、うん、ちょっと誰っっ俺だっていう人はちょっとコメントください、あの前田が泣いてんぞ、俺ら見つけたい、本当に見つけたい、あの人は誰だと追いたいね、で本当にマジで会いたいです、まあ、あれはある名言、でも誰も見てないからその人は気づかないですけどね、これいやいや、じゃあ拡散希望いや本当、うん、あの前田が泣いてんぞ、うん、俺が言ったっていう人ぜひコメントください会いたい、うん、だって今まで出てきてないですよね、
そうネットとかの、まあ、声だけは有名やけどね俺がセリフだけは有名やけどね俺が言ったって人見たことないでも95年だからもうね37年前、あ、じゃあ27年前、まあ、でも多分ちゃんとお金買ってあの頃にね、チケット買って行けてるからそうそうだってあれすごい一瞬で出て出待ちしとったんやけど、うん、いやいやあそこのあれですよ控え室のそうあそこに入っていくところで待ちない最高、うん、あれはねそう最高っす最高確かに、うん、俺に言うなと同じぐらい名言いくぞー 1,2